ベルンハルト7世ベルンハルト7世は、立ペの領主。統治は1429年から彼の島で続いた。血生臭い抗争に多く関わったため戦争講座、ベリコスと称せられている。また、ヨーロッパ史上最も統治の長かった王公である。立ペ領主ジーモニ4世とその妻、ブルンシュビック・グルーベンハーゲン家のマルグレーテとの間の、長子として生まれ。 一切を待たずに両国を相続した。ベルンハルト7世は摂政であるおじの夫の保護の元にあったが、1446年の夫の死後は、王子のケルン大司教ディートリッヒ2世が摂政に任じられた。ディートリッヒ2世は、彼の軍長官だったヨハン・メーレンベックに、リップ広国での任を代理させた。1444年にベルンハルト7世は、 クレーフェコアドルフ一世と条約を結び、クレーフェ公爵化に抵当を入れていた、都市リップシュタットの半分を割上した。また、同時期に、ケルン大司教ディートリッヒ二世に敵対する同盟に、ハイリオースト闘争に参加した。1447年にディートリッヒは、ボヘミア人の軍を呼び寄せて、リップの周辺を荒らし、またブロムベルクの街を破壊した。ボヘミア軍は、 リップシュタットとゾーストの町を包囲したが、こちらは失敗に終わった。1449年に闘争が解決すると、ブロムベルク城に今日構えたが、1468年には住民が350人ほどで当時、リッペでも最小の都市だったデトモルトに移った。ベルンハルト7世はデトモルト城を増築し、1470年に古城に刻まれた碑文がこのことを伝えている。 ベルンハルト7世は陣営を変えながら様々な敵と数多くの闘争に加わった。1464年のカレンベルク城をめぐるパーダーボルン闘争では実定のパーダーボルン大司教ジーモン3世を支持してルイ2世と敵対したが1469年には弟ヘンリー3世と抗争するそのルイ2世を支持している。ベルンハルト7世はシャウエンブルク及び ホルシュタイン博夫2世の娘アンナと結婚し、以下の子女を設けた。ありがとうございます。